では3つ目のキーワードに行きましょう。じゃん。みんなで富士山に登ってみたい。はい、これからのことを伺いましたら、こんなキーワードが出てまいりました。富士山に登りたい。はい、はい、今回のドリームプロジェクトでキナバルに登らせてもらったんですけど、はい、富士山より高い山に登りたいって。富士山に高いの山もう登ったじゃないですかってことで、一応そういうタイトルでやってたんですけど、それならまずやっぱり富士山には登りたいねって話になって。あ、なるほど。で、なんか登ってる途中にもそのガイドさんがここが今富士山の山頂の地点だよとか教えてくれるんですけど、やっぱそういうの聞いてると、なんかやっぱ日本で一番高い山にも日本人だし登らなきゃっていうことで、またやっぱり今のこのメンバーで助け合いながら富士山にもぜひ登りたいなと思ってます。なんかあれ思い出しちゃった、柔道のオリンピックのほら山下、はい、世界制覇した時にエベレストには登ったけれど富士山には登っていない、要するに日本の一番になってないっていうね、はい、の名言がありましたけど、なんかそれ思い出しちゃった、真似しちゃいました海外の山は、キナバルは登ったけれども富士山に登ってないから、はい、今いるこの仲間で、はい、みんなで登りたいんだと。登りたいです。本当に絆が強いのね。そうですねそうなんだ。でも素敵な夢だなっていうふうに思います。まあ登山もそうなんですけど、将来の夢っていうとどうですか。私は小さい頃から結構華やかな職業とかには憧れてたんですけど、あんまり、うん、深くは考えてなかったんですけど、はい、あるな、このドリームプロジェクトのちょっと前に、青年海外協力隊の方に手紙を書こうっていう企画を社会の先生が持ってきてくれて、それでお手紙を出した方が今ネパールにいるんですけど、なんか今でもメールとかしてくれてて、それで結構ヒマラヤの山とか写真で送ってくれるんですけど、はい、そういうので話聞いたりとかして、なんか海外に関わるような仕事をしたいなって思ったんですけど、でずっと私キャビンアテンダントとかに憧れてて、うん、あ、向いてそう。だから今回の旅行でもやっぱ、はい、マレーシア航空のキャビンアテンダントさんとかがすごい美人だし、なんか笑顔で対応してくれるし、なんかすごい素敵だったんですよ。はい、だからやっぱりなるなら外国語を勉強して、国際線のキャビンアテンダントさんになって、これからもなんか自分が海外に行きたいっていうのもあるんですけど、その外国の方と日本の方をつないだりとか、はい、そういうやっぱ違う外国から日本に来てくれた方に、こう日本っていいなって思ってもらえたりとか、そういうことを広げていけるような仕事に就きたいです。やっぱりあれですね、若いうちに海外に触れるともう海外がすごく近く見てるんですね、もうね。そうですね、前よりは。いや素晴らしい、素敵です。ぜひその夢に向かって山も一歩一歩ね、はい、登っていただきたいなというふうに思いました。今日のゲストは西高山岳部の山下詩織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。